こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、本日12月28日、えー、ケーリングランプリ、えー、2018がですね、えー、2日後の12月30日に行われます。えー、とまだオッズが出ていないので、えー、目は出さずに、えー、大まかな展望を、えー、先に、えー、行って出してみたいと思います。 はい、えー。ケーリングランプリご覧のメンバーです。えー、9人、えー。枠順は既に決まっております。えー、今回はですね、えー、っと、先行順位、上位の方からシャバを選べるようになってまして、えー、っと1位のミトリが迷わず1番車を取りました。というわけで、 ご覧の9人になります。まだですね、KDIN.jp の方に番組表が出ていないので、えー、っと、別のところから、えー、っと、KDIN グランプリの特設サイトだったかなから、えー、っと出走法、出走表を引用いたしました。なので、決まり手とかあの、バック回数とかがない状態です。 ちょ、顔写真が映ってますね。なんちょっとモノクロなのがもったいない感じはしますね。はい。えっ、ー、と、で、並みももう、あの、インタビューはおこ、えー、行われているので、えー、並みの方は、こうであろうっていうのが分かっております。えっ、ー、と、まず、近畿が4社結束いたします。えー、3番社脇本1番社三谷、9番社 えー、村上義弘、兄ですね。えー、そして5番車村上博之、弟の方ですね。でこの4車に対するのが、えー、まず、えー、後ろから行って7番車の平原と8番車の武田。まあ、さすがにまあ年齢を重ねたので、力落ちてきてるという感はあるんですが、 あの、ゴールデンコンビと言われた、えー竹、えー、平原、武田が並びます。残りの3人は短期です。えー、昨年のグランプリディフェンディング派者、2番車の浅井孝太。えー、全日本選抜優勝者、4番車の新田雄大。そして、えー、期待の105期申請ですね。えー、と、山口の清水、 え、ヒロトだったかなうん。の。この3人が短期ということで、やっぱり4者並んでる近畿が有利に見えますね。え、このレースなんですが、そうだな。まあ、どうやってこの鉄壁の4人の近畿ラインを 他の5人が打ち破れるか、まあ、影の連携が非常に必要なのではないかなと思います。で、えー、っと、注目点として、ご、え、法、ー、なってのスタートが非常に鍵になると思います。えー、っと、三谷が、えー、っと、1番車を取りました。ということになると、もうスタートで、えー、っ と近畿は前取りを狙ってるんじゃないかなと思います。理由としてはですね、やっぱり一番は、まあ、これだったら院にかぶさる危険性あるんじゃないかなという思う方もいらっしゃるんですが、何しろ4社いますから、 前、さらに、えー、脇元がですね、そんなにまくりが多いタイプで、まくりっていうよりは、先行のできるタイプ、事実上逃げ位置ですから、前を取っといて、後ろの出方で、突っ張ったり、えー、っと、ペース上げといて、1車、2車だけ出かして、そこ、そこの、 え、番手、三番手を取ってまくるというような、えー、戦法ができるのとともに、えー、後ろ側だと、あの、脇本どうしても最先行になるんで、そこで誰かが飛びついてくる可能性があると思うんですね。なので、近畿は前を狙いに行くんじゃないかなと思います。え、車番的には二番車の、 アサイなんかを前へとってもいいとは思うんですが、やっぱりスタートとなると、近畿を4人が何とかしてくるんじゃないかなと思,う思います。まあ、なんせ合法が鳴って、すぐにペダルを、えー、踏んで、前を取ろうってする合戦があるんじゃないかなと思います。 えっと、近畿にスタートを捉えてしまうと、非常に他の5人は苦しいです。この5人は、あの、影の連携を見せるような感じにな,ならざるを得ないと思います。まあ、ど、どういうナービーシェを4人に対抗するには、他の5人が結束するしかないっていう、えー、気はしますし、前を取られた場合に、 外から抑えに行っても、やっぱり競輪ってイン有利なんで、脇本がペース上げた時に、やっぱりそう無理には、前にできれない。インキリをや高速イン切りをやろうとしても、まあ、平原やら、新田やらができなくはないとは思うんですが、それをすると足が使って、使ってしまって、自分のチャンスがな、優勝のチャンスがなくなってしまう。 ということで、結局はですね、うん、戸惑ってしまって、ペースが上がらないまま、あの、脇元に突っぱれて、近畿4人で行かれてしまうんじゃないかな、と思うんですね。で、誰かが高速インキリしたら、多少は面白くなってきて、番手がもつれる可能性があるんで、そうしたら短期の選手、 あたりにも随分チャンスはあると思うんです。もしそれをやってくるとしたら、最終的に飛びついてほしいのは清水ですね。やっぱり、えー、っと、そういう気合いの入ったレースを一番しそうな、あの、するのは清水じゃないかなと思います。また、平原あたりがチャンスがないと思うと、 高速ンキにしても、あの、まあ、武田もいますし、ある程度強気の競争を平原がしてもいいんじゃないかなと、思います。可能性は低いですけどね。で、もしですね、意外性を取るなら、新田が、あの、の、富きっていうのは、 あんまり他の近畿はじめ他が予想してないんでい、お、あの、面白くなるんじゃないかなと、えー、思います。今の日田の出来からか、ニッの先方というか、清さなどから考えると、足はまあ、あの、短いダッシュの足は一番あるんですけど、 長く踏めないという弱点があるんで、それならばなるべく前々にいたいっていう戦法が働いてくるんじゃないかなと思います。え、浅井はどうでしょうね。私は番手でせらないと思うんですね。近畿の関係もあるし、やっぱり浅井の真骨頂っていうのは足をためて、直線攻撃して、えー、っと、内外を攻めてくる。まあ、主に外ですね。 えっと、バックあたりから外を踏んでいくレースが、あの、アサイの一番の勝ちパターンだと思うんで、まあ確かに2005年のグランプリは番手を狙って奪ってそこから刺したんですが、最近のアサイっていうのはあんまり一度に番手でていかずに縦の足を生かす競争が多いですからね、う私はアサイ、 浅井が番手狙うかというとは疑問で、一番が清水、二番目が平原。ひょっとしたら面白いのは新田ではないかなと思います。まあ、新田が番手を狙ったとこで、あの、当然一番の見たいをかなり抵抗するんで、取れたとしても果たして足が残っているか、まあ、それは他も言えるんですよね。清水はまだまだ、その最後の決め足っていうのが足りない。 平原武田に関しては足が落ちてきてるんじゃないかなと思うんで、まあ、どちらにしても、近畿前以外には厳しい戦いになるんじゃないかなと思います。まあ逆にスタートを取らせなくった場合は、えー、近畿が抑えてきたところ、えー、誰かが飛びつけば他がチャンスあると思うんで、 まあそこら辺で注目している選手はいるんですが、まずやっぱり近畿勢の有利はかま、か、え容、ー、易には変わらないと思います。というわけで、一応、三谷ですね、案外無譜、案外というか、やはり無譜、先行一社とはいえ、 無風で回れるんじゃないかなと思うんで、調子がちょっと見たに気になるとこですが、えー、っと、それでもですね、えー、守り切れば最後差し切るんじゃないかなで、やっぱりグランプリの場所ですんで、落ち着いてかけられるかなというのはあるんで、脇本残り目か、村上、 兄の突き抜けか、かあとと誰を押すすっていうところですよね。えー、ただ、オッズがまだ,はあのまだ出てないんですよね。だから、正直わからない。あまりにもあの1番の三谷とか3番の脇本で売れすぎたら、ちょっとあの微妙に考え方変える必要あるかと思,思います。 で、まあ、5、6倍ぐらいかな、1、3で。ぐらいだったらもう、あの、一本勝負、と、あ、1、9とか絡め、3、1絡めるぐらいでいいのではないかなと思います。まあ、なんせ、えー、近畿の他の5人の戦い方は非常に難しいグランプリになるんじゃないかなと思います。 えまたですね、えー、っと、これから旅行に行くんですけど、旅行先で、えちょっとあの、えー、っと、この、今、パワーポイントを使っているんですが、パワーポイントえない形、例えば、あの、iOS 端末のメモ帳とかになるかもしれないんですが、予想できるようになりましたら、あの、予想できるタイミングがありましたらしたいと思いますので、 その時でし、があればよろしくお願いいたします。えー、っと、グランプリは、えー、佐世保で、佐世保に見に行ってまいります。はい、ご視聴いただきありがとうございます。このに、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れますので、お時間ありましたら見に行っていただければ嬉しいです。また、高評価、えー、チャンネル登録、まだお方のチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、えー、2日後のグランプリ、 えー、楽しみにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。